何のイエイだったの。2回戦突破おめでとうございます。ああ、ありがとうございます。よかった、ありがとうございます。R1 がね、3回戦まで行きましたね。着々と、やっとこれはさすがに嬉しいですね。やっとやりました。やっちゃいましたか。じゃあ気持ちよくね、はい、どんどんレベルが高くいきますよ、はい、ニコライツ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。いやー、ついに来ました、ね、ドンマイさんのチェックに、そう、リサーチ力がね、すごい。どんだけ張り付いてるの、ね、いやいやいや、やっぱりできないのにチェックしてる探偵みたいだ。これね、でも、すごいそのね、サイトで結果が出るんですけど、ね、うん、そう、まあ嬉しかったんですけど、すぐなんか伊藤さんが Facebook でこのウィキペディアが始まりますよっていうので、やりましたね、上がってきて、僕の Facebook のタイムラインに、はい、すぐね、不愉快な気分にどうしたんですか、させられた、すごいね、事件ですね。え、なんかありました。何の事件だ。何をやってくれてるの。ドンマイさん事件、うん、この結果が出たのがね、9時ぐらいで、9時ぐらい、はい、で伊藤さんがもうこれ、ね、放送が9時半からだから、うん、まあ9時ぐらいに上げてたんですよ、うん、すぐですよ。喜んだのも束の間ですけどね。束の間、はい。何をあげたんですか。ほんとね、ちょっとね、問題の写真をね、問題の写真、スタッフの方に、スタッフの方にいずれ、まあ、出してもらう。いずれって今じゃないですか。いずれって今じゃないですか。普通は、ここで普通スタッフさんがこうスーって持ってくるもんでしょ。言ったら出るからね。これですよ、これこれでしょ。うん、あ、これあれですね、大問題だよ。え、これどこが問題なんですか。いや、もうこんなのもう問題以外ないでしょ。これをこの人は Facebook のトップ画像にしてる。トップ画像ですね。これトップ画像にした。何これ、別にいけてないですね、これね。いや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 、これだって言っても湘南ですよ、ここ言っときますけど。キザルじゃん、これ。キザルじゃないですよ。何なのこれ。これはね、いけてない部類だった。キザル、これはしかもキザルだったら海軍の偉い人だから OK じゃないですか。これは問題ですよ。コンビニューさんレベルがやればかっこいいけどね、ドンマイさんやってもかっこいいじゃないですか。これだって完全に Facebook をナンパ目的にね、使ってるってことですよね。ちょっとこれ、去年夏、湘南行った時にナンパして、Facebook が交換できたんですよ、とある女の子と。で、なんかその時のテンション上がって、じゃあこの格好を Facebook に載せたらいいんじゃねって言ったら、女の子、いいよ、載せちゃいなよ、載せちゃいなよっていう経緯があって載せたんですよ。交換したところで何もね、発展はないけど、ですね、LINE とか Facebook とか送っても全く既読スルーっていうやつですか。あ、既読してもらった。相当ひどい既読くれるだけ写真ですよ、今のは。でも言わせてもらいますけど、あの写真の前の Facebook のトップ画像もっとひどかったですよ。どんなの。どうせそれ見れねえ。まあ今見れないですけど、ね、むしろそのね、半分のね、そのメガネの方がかっこよかったかもしれない。あ、これですか。ちなみに Facebook の、さっきの載ったのこのこれですけど、こうやって、いや全然違った、全然違ったよ。本当にキモかった。本当にキモかった。多分ね、自分なりにアユとか女のギャルとかがサングラスしてこう上目遣い、ね、ちょっとね、それを研究した結果ああなったんだろうけども、全然違ったからね。全然違いました。ただの隙間から覗いてる人。上目遣いがチャーミングだねって言われたんだよ。だってあれ上目遣いになってない。なんで覗きですよ、ね、ちょっと やらしい感じ。ただの隙間男子、柱ですよ。いや、でもあの時モテましたよ、僕言っても。モテないよ、マーシーだよ。マーシーだよってか、違いますよ。マーシーのあんなサングラス越しに覗いてどんな感じでモテたんですか。いや、ごめん、ちょっといいですか、怪しいもんなんですけどって言って、こう軽く声かけまして。いや、ドスベリするやん。あ、違うんですよ、でも芸人やってましてって言って、ちょっと度胸つけ、違うんですよってどういうことだよ。滑った前提やん。で、芸人や
ってるんですけど、ちょっとあの自己紹介の一発ギャグさせてもらっていいですかって言って、あの1枚2枚ドンマイはいどうもーって言って何なその間は。いやそれ一回あの笑い待ちです今の。それであの声かけて仲良くなって Facebook 交換して、今度じゃあライブ見に行きますよって言ってた埼玉の女の子が一回もまだライブ社交辞令にも程があるわ。1年以上経つのにまだ一回も見てくんないんですよねライブ。どうしたんでしょう。いやあの画像はびっくりだわ。衝撃でしたよ。衝撃ですか。誰か分からんかったもん最初。思わず。いやいやいや分かるでしょ。分からんかったから友達だと思わず。思わずね保存しちゃったよ、ね。思わず保存しちゃった。あ俺も保存してとかですよ。逆にあれよ今まで。いやあれはね。いやでも逆にどんな状況のスタンプとしても使えると思って。あの表情は。うん、まずは嫌なことは、ねえねえ遅刻しそうごめんとかって時もあの画像を置けばどっちなのかな。どっちなのかな。怒ってんのか、うん、怒ってないの許してくれてんのか。まあどっちとも取れる、うんねうん、それいいですね、うん、言ってましたもんね。あのちょっと前にあの LINE スタンプでなんかビジネスを始めたいなってここでそういうの言ってましたよね。カオルさんスタンプ作ってました。スタンプを作ってましたよ、うんさっきのはね、なんだろうね、じゃあなんかすごい変なイベントとかに誘われて、読んでしまったものの、返事出さなきゃいけない、行きたくないのに。時とかもあの画像を送れば、どっちなんだろう。行くのかな、行かないのか。いや、どっちなんだろうと思って、そういうの今度聞かれるでしょ。え、どっちなのこれって。絶対もう、そこはもう読まなくていい。それを既読つけちゃうから、さっきのね、いい。なんか、来たいのかな、来たそうな目で見てるな、みたいな。ああ、物欲しそうな。そういう目線。ドラクエのね、なんか仲間になりたそうにこちらを見ている、みたいな目ですね。逆にすごい、そんな目ね、あのモンスターしかできない。いや、モンスターしかできないし、いや、伊藤もできてるから。それを、いや、だからできたことがすごい、そんぐらいの知能ってことですね。知能は、いやちょっと待ってください。知能の範囲はいいでしょ。いや人間はできない。人間だったらすぐ口に出ちゃう。まあ仲間になりたそうな目で見るなんて、ね、もうね下等生物しかできない。下等生物じゃないですよ、うん、結構俺いろんな複雑な機能を持ってますよ。だって どんな機能ですか。どうな動物の本能。あの 指をねこう、うん、こういう風にできるとか。こう何それ。何それ。小学校授業中にやるやつやん。授業中にやるやつ。学年や。あと何あったっけな。何あったっけなって言ってるダメです。あと舌で下唇を作れるやつ。やってやって。じゃあキモいって言われる。いやそれ誰でもできんじゃないの。アナゴさんやん。これほらクオリティ高いの。いや誰でもできる。いやまあ濃く見えるけどかなりクオリティ高いです。いやクオリティとかで別に誰でも今女子から聞ける、ね、事故が起きたわ。事故が起きて。いや事故起きてないですよ。自己犯。自己犯って何ですか。連続ひき逃げ犯。実行犯みたいに言わないでくださいよ。ひき逃げですよ本当。いやいやいや。ひき逃げ犯ですね。あ、うまいですね。ひき逃げってあの車のドンじゃなくてあの人を引かせた後気持ちの方とかけたんですね。ああなるほど。ひき逃げ。いいじゃないですか。今のは良かった。ひき逃げギャグ。ひき逃げギャグ。あれでも一日一週間に一個ギャグ、ね。あ、そうだギャグギャグ。ああやってください。ああギャグください。あ、そんなの言ってましたか。あれまさかの。あれ、年明けたからもうそれ、あの年までの契約だったんじゃないですか。去年の年末までの。あ、ないんですか。お怒りもない。怒りはありますよ、正直。あのこれ本当に怒ってるんですけど、あの最近あのどうせ駅付近の話。違います、スーパーです。ほら、もうまたスーパー。いや、最近なの、ニラが家と駅の間のことでしか怒ってないよ。ニラが高いんですよ。仕方ないですね、日常生活でね、大体に。いや俺結構あのこう見えて自炊派なんですけど、あのニラをよく使うんですよ。ニラ野菜炒めにもニラ入れますし、なお鍋にもニラ入れますし。ニラが好きなんだ。はい、ニラ玉。ニラ高いんすよマジで。今そうなんですか。知ってます、怒られたところで、ね、あの昔だったらあの一束100円ぐらいだって、最近190円ぐらいですね。2倍。ちょっとね高くなってね。旬の季節じゃないにしても、その上税抜き価格のマジックにとらわれて、あの前あの財布の中に200円ぐらいしかないけど190円だったから大丈夫だと思ったら201円ですって言われて、俺すっげえ焦ったことあるとかあるんですよ。いやだから何なの。めっちゃだから私はドンマイにメラをしたいよってうまいこと
ああ、目直したよ。あっちって言えばいいんですか、ね、目立ったらこんなもんですよね。目立つ方もだったらやばかったですから、ね。全然にらいらないでしょ、あんなもんだ。いや、いるよ。いるよ。いるよ。いるよじゃねえ。いりますよ。ニラってだってすごい栄養が小学生じゃないんだ。栄養がすごい高くてすごい美味しいんですよ。小学生のキャンプじゃないんだ。え、ニラを何の料理で使うんでしょう。何があります。まあ、野菜炒めと、あとお鍋にもよく入れますね。鍋？鍋の。ネギでいいやん。一人鍋やる。一人鍋やりますよ。あのなんか万能ネギでいい。万能ネギとニラ変わんないでしょ。ああ万能ネギときましたか。あとあのニラ玉もよく作りますね。卵とニラ。だからなんでニラが高いって分かってニラ料理ばっかり。ニラにこだわる。ニラ中毒かもしれないです。俺もしニラ中かもしれないです。俺。ニラ中毒。全然うまくない。うまくなく。いやニラはうまいですけどね。いや本当にだから最近のその食材のね高さにはねびっくりしますよ。野菜が高いだけ。ニラ以外も高いんです。ニラ以外も高いですね。あのこの白菜を買おうとしたら。白菜はいつまで経っても安い。安い。比較ですよ。ちょっと前まであの4分の1パックの大きさのやつが65円だったのに今90何円になってるんですよ。4分それはそこが高い。そんなんだってスーパー次第でしょ。スーパー次第。いやだ一番安いって言われるとこで、しかもまたあの税抜き価格と税込み価格のマジックでまたピッてやって、マジックって何で100何円って言われてちょっとすげえショックに受けるんですよ。税込みで表示してるとこもうないでしょ。ババのあそこのスーパーでしょ。あ、そうそう、そこですあの地下にライブハウスあると。そうです、そうです。マジででも分からん。アニアライブエリア、そうそうそう、あそこなんですよ。もう大した。いやでもこれ庶民の怒りですよ。言うても怒りっていうかただの報告ですよ。報告、ニラが高かったっていう、ニラの価格が上がったっていうただの報告ですよ。あ、そういうことです。クオリティはちょっとないです。さすが加藤セーブ。いや加藤セーブじゃないですよ。伊藤ですよ。あ、今のうまいね。私のだよね、はい、これはね。いや女の子はみんなね分かる。女の子が分かるのか、うん、男がどう不快に思ってるのか、はい、なんか雑誌見ててね、はい、永久脱毛のページがあって、あ、まあまあまあ雑誌じゃないか、なんかサイトで勝手に出てきたの、うん、勝手に広告出てくるでしょ、まあ、でなんか押しちゃって、はい、永久脱毛、まあ、これ普通のことなのかもしれないけど、通い放題って書いてある。はい。いやいや、え、よくある。通い放題って永久じゃないのっていうところがまずあるから。ああ、そうや、ほんまや。いやいや、もう永久って言ってないじゃん。うん、確かに。この矛盾をね、うん、あ、それは結構当たり前のことなの。それは。通い放題ってよく言ったな、お前、永久と言っといて。ね、一生携わることはないからいいんですけどね。脱毛しないってことですか。つまり、いや、しない。なんでするの。どこするんですか。どまちゃん、脱毛したいんですか。脱毛、あの結構ね、この辺に俺毛と誰も見てないから同じがね、ちょっと背投げ一生そこ誰も見ないから。いや見るでしょ一生。いや一生だね。死んだ時は女子の前で脱ぐことないんだから。海が好きなどまちゃんね。海好きだからね。海ラブなんで、来年は本当にね、またなんとか海でいい写真を撮って。来年ですか。あ、今年始まったばかりやもんね。あ、今年だ来年に期待。いや会えなくなるまで通い放題ってこと、うん、来年まで生きてますからね。そういうこと。いや、それもね、そんな何回も行かなきゃいけないの。結構やっぱ、どの回持つ、どの回持つ。いや、持つって言ってる時点でもう永久じゃないから。たまに入るらしい、永久でも。だからもうこっちって焼くじゃないですか。焼いてもたまになんか頑固なやつが生き残ってるんですよ、その毛根が。CM ちゃん。レイ、司、匠、朝日、あやと、みやび、カイト、松岡、ジャーン、オーバー。私は俺は僕だな。
ようこそ僕のシンデレラ。ねえ、じゃあ伊藤さんのギャグを。はい、ねえ、ほらドンマイケルって言われてますよ。いや、僕らドンマイケルさんじゃないですから。今の CM 中にさ、はい、そのネタいきましょう。でよく見たらなんでバックのその景色があの俺とゴキブリのあのこれなってるんですか。何これ、ゴキブリとのコラボだ。いや、これなんかゴキブリの漫画でしょ。手がかりは海王様じゃない。あ、それを言ってたんだ。海王様。あ、うまいことやったあるわ、はい、あ、でもめっちゃ強いんですよ、あのゴキブリ。まあ、なんか人食べますよ、はい、言うても。いや、似てるねって褒め言葉じゃないですよね。なんか実験でね、ゴキブリ食ってもらいたいですけど。いや、実験でって食ってるともういますし、今そういうタレントさんとかよく。もうドン、はい、ドンマイケル使っちゃえばいいんじゃないですか。もう大丈夫ですかね。いや、大丈夫です。みそぎは済んでますかね。逆にそれで何か言ってきたらそれもそれで面白い。ああ、ね、そういうことで、うん、言われるまでやった方がいいと思う、はい、でもってドンマイケルって言うの、うん、やった方がいい、うん、絶対一瞬受けると思う。一瞬なんだこいつ、なんだこいつ、うん、いや、でも一瞬受けるよりは俺はもっと細く長く。いや、一瞬も受けてないですよ。一瞬も受けてないですよ、そりゃ、うん、いや一瞬でないですけど、やった方がいいです。やりますか、うん、いや、でもそれちょっとあれ良くないですよ。一人だったら全然あの、やまよくない。私一人の体だったらいいんですけど、やっぱりあの相方がいますね。ないでもね、あんま良くないっつって誰もやってないからやった方がいいです。あ、うん、狙いどころ。やってください。狙いどころ。うん、ね、だって他にドンマイってつく、そんなのつける、ね、芸人さんいないんだから。他に確かに。アイナさん。アイじゃないですよ。めっちゃあの奇跡のコラボができたんですよ。だからもう使ってった方がいい。自分しか使えないんです。ドンマイ。トリオとピンどっちもやればいいね。そういう人結構います。まあ、います。ドンマイケルなんかポーズだけちょっと変えて。ああ、オリジナルね。ドンマイ。何それ。何これ。これ何。いや、ドンマイはここまでは俺のオリジナルじゃないですか。あ、でもあとこれ。ドンマイです。いやいや、ダメです。蹴るまで言わないとダメです。ドンマイですじゃダメですか。上目のあれでやってください。いや、もう丸パクリじゃない。いや、絶対あ、それいい。サングラスとね、サングラスもちょっと。あ、それ、それいいじゃん。いいね、それでいこう。これ自分じゃ見えないですよ。ドンマイケル、もう一回やってみて。ドンマイケル。じわる。いや、いい、いい。じわる、これ。じわじわくる。それはね、面白い。これはね、やってた。大丈夫ですか。じわじわやな、ほんまに。これをやってた方がいい。夢に出てきそう。いや、いいですね。夢にぜひ出てほしいですね。来年の R1 それで、来年いけるかもしれない。出ます。出た方がいい。来年の R1 始まる頃には多分僕ら薩長同盟でもうプチブレイクしてると思います。おぉおぉって。薩長同盟が、薩長同盟で。出た回は、ね、はい、始まって以来の視聴率の低さ。いや、ちょっと待ってください。ちゃんとデータ来ましたよ、ちゃんと、うん、嘘でしょ、ちゃんとあのコメント数とかがなかなかすごかったみたいですけど。本当に、はい、本当ですか。いや、っていうかそれ知ってるでしょ、何でしょ。見てないよ。いや、見てくださいよ、そんな普通するの気にならないですよ。気にならない。冠番組で自分が出てない回どうなってんだろうって。なんか低いんだなっていうのを決めつけてます。いや、決めつけてだって下手すらだってね、あのランディ王様のウィキペディアのここのランディ王様がドンマイ伊藤のドンドンペリ野郎みたいな感じになっちゃう。ドンペリ野郎かな。ドンペリ野郎。ドンマイ伊藤のドンペリ野郎にしよう。何なのそれ。何を別にホストも携わってないやつが。何を急に。ドンペリ野郎なんだ。ドンペリ野郎みたいな。ドンペリ野郎って何だよ。レッツプレイドンペリみたいな感じの方。だからどっちでも取れるじゃないですか。入れさせる方なのか。飲む方なのか。何なのドンペリ野郎。ドンペリ野郎。あれいいですね。じゃあドンペリ野郎ギャグ。ドンペリ野郎ギャグ、はい、うん、ちょっと待ってくださいよ。いや、なんかちょっとじゃあちょっと一杯だけ飲ませてください。一杯飲んだらやりますから。なんかやって、はい、これじゃあ俺がドンペリ野郎だって、はい、決めポーズを、はい、なんかやって、なんかやって、
じゃあなんか、盛り上げコールみたいなのを自分なりにやって、はい、俺がどんぶりやろうなってなんか決めポーズ全部入れよう、ちょっとかわいそうです、うんうん、この俺がどんぶりやろうなって先生はい、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 こういくかいや、これもう障害者の映像だよ障害者とか言っちゃダメ外事外事じゃあ、ナンジさんがじゃあドンペリ頼んだ人ということで、はい、いや、まあ一人でやる一発ギャグだからそんなんが頼んだパターンパターンでここにドンペリやります、はい、はい、ドンペリ入りましたはい、ドンペリ、ドンペリ、ドンマイペリ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 俺の化けの皮が剥がれたよこれがドンペリ野郎ですノリいいっすね、ノリが良かったなんかね、最後の顔最後、この俺がドンペリやろうぞってこう勢いよく最初の入りすげえ、ノリが良かったなんですげえ尻つぼみになったいや、カッコつけたかったからですよカッコつけた時ってなんかスッてこっちじゃないですかドンペリやろうぞみたいな感じの決めポーズあじゃあもう一回、はい、お願いします、はいあ、ドンペリドンペリ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 化けの顔がピリ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 なんで今度俺になってんのこの俺がドンペリ野郎だうぜぇうぜぇとりあえずこれメモっときますねドンペリペリペリバケノカペリペリはどこに手応えを感じたのドンペリペリペリ不愉快でしかなかったペリペリドンペリペリバケノカペリペリは使えると思うんですけどいや自分で笑ってるだけや俺も面白いと思ういろいろペリ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 してけど、うん、なんでこっちを剥がしたの自分のことですよ自分の化けの皮が現れたでもいいかもしれないストーリーはちゃんと繋がってますからね化けの皮が剥がれてノンペリアローだってあ、いいじゃないですかちょっと完成形を完成形をメモってるんですねメモなくても覚えてるんですよ別に今メモってるんですね今メモってるからなるほどいや、これできたネタね結構ある一回飲むR1 で使える、うん、で、最後にドンペリヤロダの後にドンマイケルああコラボねはい、ラウリーさんドンペリ入りましたドンペリ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 ドンペリペリバケドポカペリ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 この俺がドンペリヤロダドンマイケルドンマイケルまで早いな早いドンペリやろうだね、決めポーズをして2秒ぐらいやって2秒ですね、ちょっとメモいや、なんでメモらない覚えてるんですよ、別に上目上目これね上目とかね、はいうん、もう一回やりますよ、じゃあいや、でもなんで飲むんだいペリペリをちょっと噛んでたからお、ラーニーさん、お、ドンペリ入りましたイエーイはい、ドンペリペリペリドンペリペリペリバケの皮ペリ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 この俺がドンペリやろうだでも、ドンマイケンうぜぇこれは、これは、これはうざい上手くなる人とまずくなる人が両極端です、はいはい、でもいらないですよ、でもでも、うん、でもいらないでもいらないでもいらないで、あの、最初にやった特技もね、混ぜ込んでやってこれを混ぜ込んで全然伝わらないペロ、ペロ、ペロですそうそうそう、アップでね、近づいて入れた人にこれでも本当に俺いや、それもう喋れないやん、もうそれ最後で喋れない何の映像だよ、これ何をバックにそんな顔してんだよ動いたただの自己放送自己放送っていやでもね、これねドンペリギャグがドンペリギャグドンペリギャローじゃねえドンペリギャグいやいや覚えてるからまたメモってる覚えてないちゃんとペリペリ言いすぎてドンマイさん、ちゃんとそれ使ってますか、はい、今までメモったネタメモったネタ、もう結構使う時ありますよあ使ってますか、やっぱこなんか違うんですよね、やっぱり何がその薩長同盟のライブで薩長同盟のライブで困った時とかやるんですけど、あの事前に言ってないとあの2人が戸惑います戸惑いますいやペリペリ言いすぎてね、自分の上に唾かかりまくってる、はい、自分の、あ、俺の腕にわ、すげえわ、すげえペリペリ言いすぎて
くでしょ。なんで水滴に気づかないんだよ。ほんまや。化けの皮ペリペリ。あんまダメ持ってる。化けの皮ペリペリ。ちょっと性遅れの人って気づかない。この鼻水とかついてることに。障害者。こら、小学生。ね、鼻水垂れてるのに気づかない。とかね、多かった。あ、なんかいましたね、昔。なんかその類ですね、皮膚があんま感じない。感じなくて、もうびちゃびちゃなんていう。ああ、ありますね。いや、気が気じゃないよ、メモるのに必死で。いや、これ必死です。だってこれがね。何さりげなく拭いてんの。マジで違ったからね。小学生じゃん、それもう。さりげなく鼻水拭いてんの。バレました。バレるでしょ。小学生やん。いやー、しのさんは何か怒りのこととかあるんですか？いきなり振りましたね。なんやろ、なんかね、地下アイドルがちょっとうざいなと思いました。地下アイドルではない。なんか、うちは違うよ、ロッカーだよ。ロッカー、うん、地下アイドル、あー、なんかすごいシャシャるじゃないですか。私は私はみたいな、それがちょっとうざいなと思った。地下アイドルはね、いやもうたまにもう普通以下の人いますからね。アイドルっていう感じで、まあやっぱり可愛いというのが普通。びっくりする。シャシャルって前ってことね、自己アピールがやばい。もうシシカバブみたいな女の子。シシカバブってそう、なんか歌ってて、でなんか可愛いと思ってるでしょ。そう、うん、それがね、なんか歌い終わってこの先の方針とかを話し合ってるのを見てると、もうアキレス腱蹴りたくなってる。いやもう何もねえよと思う。分かる。与党だかって本当に分かんないじゃないですか。シシカバブ会議を、ねえ、シシカバブって、シシカバミーティングを、シシカバブって何ですか。あの中東の食べ物でしたっけ、確かシシカバブ。なんか分かんないけど、もう多分そうですね。まあ、多分あだ名シシカバブだったんだろうなっていう、ね、うん、女の子が。アキレス腱ね、切られなくてよかった。アイドルイベントとかだとそういうのがなんかね、あります。来ますね、うん、じゃあ、しのちゃんもね、次回こそ高校生で、いや、それ高校生じゃん、なんか他の前回ランディさんいないあ、いなかったのか。で、またじゃあ逃したやん。次回もじゃあ全員で行きます。はい、イエーイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイトチュー、総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら、パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。